どうなの最近は。年始からもう忙しいの仕事。お忙しいです。何そのキャラクター。いやー、僕もこのキャラクターに寄せようと思って。全然寄ってねえ 全然寄ってねえよ。もうちょっとじゃあちょっと寄せてみてよ。どういうスタイルなのそれは。おい、カツオ、野球しようぜ。どこの 何くんだっけ、忘れちゃったおい、磯野、野球しようぜ。何くんだったっけ、中島だよ。中島だ、そうそうそう おい、磯野、野球いしや、よう中ぜ。島そんなじゃねえんだよ 違います。中島そんなじゃない、中島そんなね、上からじゃない磯野くん、結婚しよう。花澤さん こんな感じ。いや、変わんねえじゃねえかよ、中島と花澤さん変わんねえじゃん。おい、カツオ、野球しようぜ。いや、カツオって言わねえんだよ。中島はカツオって言わねえんだよ。磯野カなんだよ。ツオくん、結婚しよう。だからさ 答えがわかんない。どうした？ああ、ずゴール見えない？ほ、ほい、ほい。ああ、こいつ、ああ、こいつ二人やがる。あ、これ二人ともレベッカさんか。そうだよ。おい、中島、今イベントや最ろう中でぜ。すね。ちょっと。年末、いや、年始イベント、後半戦始まりましたが、スコアはどうでしょうかね。皆さん、進捗、全国のライバル、いや、好敵手と書いて、友と呼ぶ。仲間と協力してやれるゲームです、あれも。なるほど。じゃあちょっとドクさんからまず発表してもらって、その後私発表しますか推しですか？ら。推し。そういうことを言うっていうのは、喧嘩になりますよ。いや、大丈夫コよ。ミュニティがありまして、一人一人の彼女たちにも、それぞれの争いを前に伝えないんですよ。誰がナンバーワンなんか決めてたらね、なるほどね。よくないって話ですよ。わかんねえかな。 誰ちゃんが推しなの、だから、ドクさんは。僕はね、僕が推しにしてる人ですよね。ナンバーワン、順位とか決めずちょっに。と、名前検索するから、それで。教えて。ああ、僕のタイプがバレちゃうわけだ。そうなるね。そうタなりトまシす。君かこんばんな、は。ボーイフレンドは。ちょっと待って、違う、ドクさん違うわ。ボーイフレンドの方は、まあいいわ。聞きたくない。ガールフレンドの方今、聞きたいの。聞きたくない？ガールフレンドの方聞きたかったの。ボーイフレンドの方ガはいいっールフす。レンドの方か。ボーイフレンドの方は？ボーイフレンドの方はいいよ。いいの？ボーイフレンドの方は何くんなの？じゃあ、ちなみに。磯野聡。磯野聡、本当にいるんだろうな。いなかったら、マジでクビだ。首。いや、じゃあもうちょっと言うよ。月城陽子ちゃんかな。それガールフレンドの三木おしな、な、なおちゃんもいいな。気持ち悪い、どうしたんすか。ちょっと待って、鼻息が荒いおい、よ。ごめんなさい。集中しちゃって、今イベントの最中だからさ。ごめんごごめんめな、コスプレもあって。ん。ごめん。
グギボーイフレンドの方はね、ボーイフレンドの方はいいっつってんだよ。なんでだよ。ボーイフレンドの聞きたくねえだろ誰も。ガールフレンドだよ。何月島何ちゃん、月島女の子の名前ってさ、うん、一度言ったら覚えなきゃダメなんだぜこの世界。気持ち悪い。何なの今日の。大丈夫かおい。今日のキャラなんだ、気持ち悪い。そんなんで世界のなライバル、うん、公的使と書いて友と呼ぶ、うんうん、協力してやれんのかおい。不安だね。足引っ張んねえかね。ごめん本当に、それはもう気をつけるからさ。何ちゃん、月島何じゃん。磯野さとしくん。いや違えわ、もうボーイフレンドの方がいいっつってんだよ。ボーイフレンドはいいの。ガールフレンドかっこ仮の方が教えろっつってんだよ。あ、うん、月島何ちゃん。インストールしないの。うん、いやするから。月島何。本当に、うん、本当に月島何ちゃん、うん、月島陽子ちゃんね。月島陽子ちゃんね、うん、漢字は陽子は。月島はだいたいわかる。おいおい、ちょっと待ってくれ。今月しまってた今。え、月しろな。月しろ、月しまってた。お前月しまってたよ完全に。ブリーチに出てくる悪役じゃねえんだからよ。知らねえよ。月しまさんじゃねえんだからよ。知らねえよ。月しろようこさんね。月しろね。ブックオブジェンドじゃねえんだよこの野郎。調べてください。月しろの城はあっちのキャッスルの方の城。純白のパクな。ああそうか、はい。彼女は汚れてねえんだよ。めんどくせえこいつな。変態が。めんどくせえ。ああ出てきた出てきた。月城陽子ちゃん。ああこういうの好きなのね。うん。その子もいいんだけど、ね。ああなるほどなるほど。あれだ、うん、ちょっとお姉さんタイプの人だ。うん、僕は年上好きで有名ですか。ちょっと頭良さげなお姉さんタイプ。素敵なお姉さん。メガネ似合いますねやっぱりね。うん、そうですよ。ああ、なるほど。どうしても彼女は光るけどね。ああ。うん。当たり前だけど。あ、本当に。うん。この子を、この子を押してるの。ガールフレンドカッコから話してたら、13分前とかなんか画面に表示されてるじゃないか。うん、何が？操作してくださいのやつよ。いやいや、ここだって落とされないでしょ。出たよ、今何も触ってなかったら。落とされないよ、ここは。あ、テンパったな、今。うん、で何ボーイボーイフレンド、ボーイフレンドなんてあんの本当に。ボーイフレンドかっこかりなんてあんの。調べてみろよ、ボーイフレンドかっこかりって出てる。アメバゲームであるからちゃんと。何を言わしてるんだこいつ。人生経験の半分の先に持ってけえこの野郎。本当だ。でこっちの星はこっちの星はな、何くんなの。なんで笑ってんの。いやいやいや、ごめんなさい、すいません、なんか。いや、別にね、バカにしてるわけじゃない。評価見てください、評価。どれどれどれ。4.4 いただいております。なんで笑ってんの。あ、ほんと、いやいやいや、楽しくて。楽しくて、うん、楽しいなーって。こういうやりとり楽しいな。男選びも変わんないけどね。誰を知ってる。誰を知ってるの、ボーイフレンドの方は。磯野くん、本当に磯野くんっているの。入れてみようか、磯野。いないね。磯野、野球しようぜ。中島いいんだよ、もううるせえな、お前。サトシ。いや、ね、本当のこと言うじゃ、もうしょうがないな、うん。うん、本当のこと言ってください。向井和樹くんですね。向井和樹くん。はい。まあ、今最近の推しですけども、うん、漢字も言わなくてもいいかなって思ってるよ僕は。まあでも向井和樹で、うん、まあまあ彼もね、僕がここまで上げたじゃないけども、うん、推しに推してね、ここまで来たんで。ああなるほど、この子か、はい、ちょっとなんかあれだね、はい、弟キャラ的な見た目。そうだね、逆だもんね、うん、やっぱ、うん、身長高いところも推しですけども、うん、まあ、彼ぐらいなんかノーマルな感じが一番いいんですよ、うん、変なねギャンブルはしないし、うん、なるほど、なんどっかの親父とちげえ、多分いい声しとるし、多分誰のこと言ってんだよ。言わせんなよ、レベッカ・ウィリアムズ。
大丈夫？これ気持ち悪いけど、だいぶ。これが気持ち悪いのかい？だいぶ気持ち悪いけど。時代に適応しないと、うん、2020生き残れないよ。これ、あの、動画に残してるんだけどさ。おい、この野郎。声が震えるじゃねえかよ。あの動画に残してるんだけど、これはアップロードして大丈夫なやつなの？アップロード本当に、本当にやめてほしいやつだったら言って。あのガールフレンドかっこ仮ならいいかもしれんけど、ボーイフレンドかっこ仮はダメ。ボーイフレンドは守備範囲が広すぎてSNS の怖さ知るから、あの、そっかそっか、そういう仲間に招待されると思うんだよ。そうそう、なるほどね、なるほどなるほど、うん、そうだね。ちょっと気をつけた方がいいね、これね、うん、気をつけてほしいな、ラムさん。これこれがドクさんの本当の姿らしいよ。今まであの偽ってたみたい、自分を。偽ってるなんて嫌な言い方してるね、あなた。ただ単に2020、僕は生まれ変わったんです、うん、2020って言うんじゃない、腹立つな。はぁ、2020年でいいだろ。引っかかる。なんで2020って言うんだよ。だから2020って言うんじゃねえ、お前は。お前2020って言っちゃうね。歩みを止めたらそこで人間は終わりだぞ。お前2020で戦ってみるのか、この野郎。2020って言うんじゃねえ、2020年って言えや、ちゃんと。はぁ、なんだ2020って。お前、お前日本人か、それでも。まあそれでも日本人かよ。はぁ、なんで煽るの、そんなこと言って。日本人かって、お前。まあ、日本人なんで、なんで20も行けるようになったらそれが成長だって言ってるだろ、この2020が。この2020って言うんじゃねえ、だから。もう仕事しようぜ、もう早く、もう。ちょっと待って、このくだり面白いからさ、ちょっともうちょっと膨らまそうよ。膨らまないだろ、どうせ大体カットにするんだから、君は。ダメ？この先ない？この先あるね。なかなかいいキャラ、なかなかいいキャラできてきたなと思ってさ、結構あのマッシュアップされ始めてきてるから、徳さん。最初ね、いけると思うんだ、ね、いけると思うんだけどな。このキャラクターにね、うん、声を当てると思った時にね、うん、この声が浮かんだけども、うん、膨らみ方が僕と考えてる方向と違う、ね。そうだよね。君はもうあの、うん、どっちかって言ったらもう新選組の土方みたいな立場にこのビッグバレーでなりたかったわけでしょ。う、鬼の副長になりたかった。そうだよね。逆、まあ、逆言ってんな。もうギャルゲーやってんじゃねえかやろ。しかもな、しかもなんか、なんか、しかもギャルゲーに飽きたらず、なんだ、ボーイフレンドかっこかりやり始めたみたいな。なんで笑ってんの？なんで笑ってんの？ごめんごめん、バカにしてるわけじゃないんです。バカにしてるわけじゃないんだ。ちょっとあの、ドクさん疲れてるなって思ってさ。ごめんね。2020って言うんじゃねえ。おい、2020って言うんじゃねえ、てめえ。なんでそこに閉所すんぞ。閉所すんぞ。閉所すんの ?2020 って言ってるやつに。腹立つ。腹立つ。2020もやめろ。なんで厳しいのぞ。腹立つな、2020って言いやがって。2020は2020。うるせえ、うるせえ、うるせえ。2020。都民がもう、おい。2020って言っていいのは、表出ろ。ダメだよ。表出ろ。表出ろ、お前、この野郎。そうとはもう寒かねえから、俺の主戦場だからな、この野郎。おい、出てみろよ。表出ろよ。おい、出てみろよ。恐ろしいほど寒いじゃねえか、この野郎。ちょっと待って。はい。CAI 特別捜査官っていう海外ドラマの BGM で死んでしまったな。事件の匂いがするね。ずっとそれで行くわけ、お前。大丈夫、ね、いいんだけど。今はね、この話し方の弱点を気づいたんだけどね。何何、感情表現が難しいね。
そうね、そうね。僕のね、顔の骨格的にこれを続けるとね、うん、2020はね、しゃくれて生活することになる。今、顎がすげえと切れてる。だろうな。うん。どうしよう。いや、もういいよ。取れ高はもう十分取れてるから。あれ、俺、帽子どこ行った？帽子どこ行った？かわいいね。遠いな。とりあえずちょっと一回中入ろうか。なんで出てきたんだ。疲れた。もうしゃぐれんのもきついですわ。お疲れさん。あのね、うん、普通あんまやったことないキャラクターをやるとね、うん、あ、なかなかハマんないね。ハマったってことは僕にはそういう気があるってことが分かってしまった。やめて。やめて。気味が悪いからやめて。あ、ちなみにね、あの、うん、本当のこと言うとね、うん、ガルフレをやってるけどボーイフレンドはまだやったことない。そりゃそうだろ。もうやるってやってたら引くわ。キャラクターも頑張って今検索して頑張って出して、うん、ああ、なるほどね。一生懸命。磯野くんいないかなと思って。磯野サトシいなかったな。サトシすらもいなかったしな。ねえ、キャラクターすごいゲームなの。磯野はやっぱイメージが強すぎるよ、坊主の。磯野いなかったね、はい、うん、そうなると多分視野機能はアップにしてやんないと。あれ、何これ。うん、逃げろ。逃走者、生死を問わず 10.5 ドルで指名手配、賞金稼ぎをしましょうって言ったんですけど、何ですかこれ。え、なんで。何何何。ちょっとね、俺プレイヤーから狙われんのこれ。うっそー。違う、お前がプレイヤーを狙いに行く立場で、それ多分、うん、ロス独特。賞金稼ぎを始末しろって言ってるよ、うん、賞金稼ぎだからあれでしょ。え、賞金稼ぎ。あ、本当だ。お、俺は何やったの。あれじゃないの、あの賞金首になってんじゃないの、うん、俺なんかやったかい。10ドル以上の賞金首になる、多分あるでしょ急に。あ の, の俺賞金かかったよ。そうそう、 NPC の賞金稼ぎに追われるやつだよこれ。あ、 NPC なの。うん、やってやろうじゃない。それは盛り返しでやるよ。盛り返しやるよ。うん、あ、よかった。プレイヤーだったらね、プレイヤーもいるかもしんないよ。いるね、あそこに。うそ、線路にいるよ、線路にいるよ。いやでもこのゲームもね、結構生温かくなったって言うからね。生温かくなった。生温かくなったでしょ。そんな、あ、話あったっけ。あったよ。上だなこれ。プレイヤーさんって今通り過ぎたぞ今。あ、違うじゃん、ほら僕ターゲットじゃないじゃない、ほら。え、なんで。あ、俺ターゲット。ターゲットだろ。弱い弱い。ターゲットだから追われてるんじゃないの。なぜこんな俺はハットショットが得意なんだ。おお、痛い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 。ナイス。あとドクさん撃たれるとあれだからね。ん、何、みんな体力変。ちょ共同体ですか。終わるからね。お前が死んだら終わりだから、あんまり前行くなよ。もう守るしかないね、僕を。僕防御力は自慢じゃないけど低い方で。やべ、アビリティ入れてねえわこの前の続きで。何してんだか。なんかアビリティの紹介もした方がいいかい。え、誰、ドクさんの。うん、いや、いいよ。え。え、なんで。今のは僕に能力の紹介させて、うん、ああ、お前そこまで。ああ、じゃあお願いしていいかい。いいの。うん、いいよ。僕の能力の紹介、うん、僕の能力の紹介じゃしてね。うん、えっとね、うん、本開くからまといてね。本開くのアビリティは本開かな、わからんけど、デッドアイ、集中攻撃入っております。うん、はいはい。第一パッシブ、ベストコンディション3に上がりました。おー、いいね。友情力入っております。必需品入っております。いた話は黙って聞けんのか、この野郎。お、なに、上行けねえじゃん、上行けねえじゃん。頑張るんだよさ。じゃあドクさん、それそこ上がってみ。2020、友情パワーで行こう。友情パワーで行く。足首やるわこれ。ダメだ。ダメだな。壁が高すぎる。ダメだな。どこの壁も高すぎる。痛いっす。嫌なとこにいんな、あれ。ねえ、あそこどこ、どうやって行くの、あの上。あー、やばい、 IQ 高すぎてしょうがねえ。ダイナマイトぶん投げたらそっか。答えが見えたよ。
でもそこからダイナマイトぶん投げたらどう？いけんの？からいける？見てて、やってみせるから。そびえたた大きな壁に。どこにいんの？どこにいんの？まず。あ、バカ。おい。おい。エリアから逃げろって出たぞ。俺が死んじゃったからダメなんじゃないの今。わかんないけど。え、わかんないんかい。わかんないけど。エリアからとりあえず。あ。生き残った。生き残ってねえ。生き残ってねえけど。自害ありなんこれ。わからないけど。自害はカウントに入んないんじゃないの。相手にやられなきゃじゃないのこれ。セカンドライフなんだけど今。うん。おかしいな。セカンドライフって言い方する？それ。セカンドライフでしょ。セカンドライフじゃねえだろ。もう何回も死ん、何回も死んでんだろお前。何回目これ。数え切れんだろ。あれでしょ？スコアかなめ。俺とお前はもう数え切れねえだろ。基本仲間が敵だから仲間殺しなんだけどな。そうだな。おかしな話だぜおい。なんでだよ。下手すよ。ドクさん、まずさ、あの自分の賞金がどれぐらい溜まってるかちょっと見て。10.5 ほら、それだよ。なかなか美味しい獲物じゃない。何してそんなに上がったの。まあね、野生味あふれるこのライオンをね、うん、この世界に解き放った、うん、悪って誰だろうね。は、俺のせいにしようとしてんの。そうだよ。やめてほしい。本当に。もう吠えちゃうからね。ほぼノータッチだから俺。大体吠えてっから、あのバレンタインのホテルとかでも吠えてっから俺。夜は。夜の帝王でやってるからね。ああなるほどね。おい悪い男だぜこの野郎。あ、勝負相手にね。あれ、レゴシティどこ行った？あーだだだだ。レゴシティ？レゴシティ。レゴシティなんて言ってねえ。ビビった。クリスマスプレゼントにもらったのかと思いましたよ。レゴシティ。レゴシティもらったとしても今やらないでしょ。いや、お酒飲みながらやるレゴほど楽しいもんね。いや、だから今ゲーム中だしな。ゲーム活動中にやるわけねえだろっつってんの。確かに。うん、どうしたの？バカになったの？あ、どうした？気づいた？俺バカなのかな？大先輩。あれでも去年、俺去年成人行ったみたいな話聞いたような気がしたけど。あ、いろいろあってねあれは。うん。え、いろいろあったってこと。成人式迎えるのは二十歳だけじゃないってことかもしれない。あ、そういうことか、そういうことか、なるほどね。うん、殴り込みだよ、殴り込み、うん、やっぱ学生の時は荒れたからね、うん、後輩に示しつけていかなきゃいけないんです。なるほど、うん、殴り込みはやっぱどんな感じで殴り込んだの。とりあえず、うん、ガールフレンドかっこかりのプレイヤー。あら、まあ、顎出てきた、顎出てきたよ、徳さん。顎で、顎しゃく、顎しゃくれ始め、顎しゃくれ始めちゃったから気をつけて、気をつけて。うっそー。いや、びっくりするわ。いきなりしゃくれ始めるんだもん。画面越しに分かる？うん、分かるね。下手したら本当死んでしまうようなところなんですけども。ちょっと見てみようか。ね、あれ、ドクさん、ここだっけ？ま、定着ここじゃないかな。あ、ここか。この辺りじゃない？ここで、あ、そこら辺にちょっと、ありましたね、ありました、ありました。これだっけ？こっち側？ここから、ここです、ここ。助けてくれー。ちょっと待って、助けてくれー。あれ、声が届かん。ちょっと聞こえる、聞こえる。あ、そうそうです。あ、そうです。ちょっと待って、ちょっとラムさん、早すぎる。早すぎる。それやるには早すぎる。どういうこと？早すぎるわ。早すぎるって何？違う。ここにかけないだろ、普通。違う。ここではかけないだろ。待って。何がしたいのか。ちょっと待って、どこ行くの。待って、危ねえよ。ああ。いや、ちょっと待ってくれや。まああるでしょうよ、ここ。下に毒さん行ったらやられることが。はい、サードライフ。思い出したドライフって始まった。早いね、3度目の死です。早いですよ。早
ないですね。こんなんカウントしてたらしょうがないですからね。ちょっと待って、火炎瓶あるかな。あるわ、ちゃんと。あの野郎、落ちてる僕を笑ってたな。笑わないでしょ。笑わないでしょ。急に。ここはちょっと、ちょっとドクさん、行って、ここに。はい。今タックル決めたかったのになぁ。行くから行くから。おっさん、おっさん、おっさん、久しぶりすぎて、久しぶりすぎて、久しぶりすぎて、しようとしたやつがああいう仕打ちに合うんだよ。違う、救出、よし、なんだ、救出してあげて、救出してあげて、焦げてるから、ライオンが焦げてるから救出してあげて。太陽の日が熱いよ、太陽の日が熱い。ほら、助けてくれ。こういうと、こういうところは極限なんだ。極限状態、極限状態、引火してる、俺、どこまで着火してる。死体じゃねえか。真っ黒、真っ黒い人来た、真っ黒い人来た、真っ黒黒い人来たな。よいしょー。天才じゃボケー。真っ黒い人上がってきちゃったからびっくりしちゃったね。真っ黒い人上がってきちゃったからびっくりしちゃった。いやいやいや、ドクさんが来る、いや、ドクさんが来ると思ってたんだけど、真っ黒い人来ちゃったからさ、ちょっとこれ違うなと思ってさ。ピナのどうしようかな、やったことないやつ。何してんだよ。今のはいいじゃん。綺麗に降りようと思ったら、綺麗に降りようと思ったら、ここに腰ガッて打ってぶっ倒れるってなんだ。ぶっ倒れたかったんじゃよ、俺は。かっこつかねえ。行ったでしょ、レッドベン。行ったっけ、俺。行ったよ。レッドベン面白いから行こうぜって。あの、ケツマカの字の人のやつでしょ。そうね。あ、受けた。受けてねえだろ。大爆笑が聞こえるはず。受けてねえだろ。幻聴会？幻聴だな、幻聴だな。大学さん、言ってる言ってるって聞こえたんですけど。聞こえて、聞こえたの？俺、幻聴聞こえてる。幻聴聞こえ始めちゃったもん。2020乗り越えられる。2020って言うんじゃねえって言ってんだよ。厳しいな、俺。ただろ、滝川クリステルしか許されねえって言ってんの。そうなの？滝川クリステルだけなの？クリステルしか許されねえんだって言ってんの。2020は。でずっと暗転してるけど、なんなん。あ、出てきた、出てきた、出てきた。レッドベン。何やった人なのこれ。でも知らないな。列車泥棒よ。列車強盗。あれか、うん、やったでしょ。やったねーこれ。うちとラムさんはあんまり手出さないから、ドクさんメインで言ってよ。なんで。授業だ、面白くねえだろ。面白くねえ。お前に楽しませてやろうっていう俺の気遣いなんだ。いや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 。どこに捨て去ってきたのお前。独壇場になっちゃうぜおい。それでいいじゃない。それを見せてくれよ俺らに。お、これがナンバー2の力だぞっていうのを見せてくれよ。あ、ここで。そう。あ、そういう回なんだ今日。そういう回ですよ。あ、俺の実力発揮回なの。そうですよ。扱い悪くね。今日通して、じゃあ。いや、輝いてんだろ。バックボーン、本当に触れられちゃいけないところなのよ。もう、だいぶうちると、俺とラムさん疲れてるよ、もう。俺が悪い。お前を輝かすために。そうかな。うん、俺投げたくもないね、あの、ガスの酒投げさせられたりとか。しょうがなく使ってやったみたいな。ロープで崖から引き上げてみたいな。俺もう利用できねえんだから。本当やりたくなかったよ、俺ら。ねえ、ラムさんね。やりたくなかったのにさ。お前が輝くだろうと思って俺らはやってんだから。ありがとうって言ってもらっていいじゃん。理不尽な世界だな、おい。アルミニウムか。違った？変わんねえじゃないか。違った？変わんないよ。あ、いい時間帯なんじゃこれでも。ちょうどいいね。いいじゃない、夜明けですよ。朝日です。クリスマスキャロルです、うん、いいじゃない。あ、もうこの近くにあるぞ。音聞こえますよこれ、皆さん。え、何の列車の列車の。え、列車まだ動き出してなくね、きっと。あ、これ音で探る系じゃないんですね。音で探る系じゃない。あ、あるじゃない、あるじゃない。よし、じゃあ一番最後尾から。うん、で俺とラムさんは最後尾で後続をやってるから、ドクさんがどんどん進んじゃってよ。本当に、うん、もう僕が本当に楽しむ主役だろ。
あ、まあそうだね、うん、助演に言われる主試合ないけどね。よし行くぞー、ドーン。おい、よいしょ、はい、こい、よいしょ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 、あ、いい、いいなんじゃないこれ、さようなら、よし、よし、頼むぜ、サポート頼みますよ、ほら、ワンシーンのようだね、これ、映画のワンシーンのようですよ、これ、いいじゃないですか、ダウってこい、よいしょ、ちょっとやっぱドクさんの勇姿を見なきゃだめ、カメラに収めなきゃ。死んだな死んだな、調子乗った、電車の上でラムさん右から来るよ、あれやるんじゃなかったな、俺やるか、はい、うわかっこいいなあそこ、あいつかよ、あ、なんだドクさんか、上演のくせに張りやがってこの野郎、いやーなんか来たと思、なんか気持ち悪いやつ来たと思ったら、どこさん気持ち悪いやつ来たと思ったの今、うん、行け行け、主演カメラ撮ってるぞちゃんと、ああざますあざます、主演の主演の活躍を、うん、なんでそこいるだろう、よいしょ、やりました、よし、よいしょ、よいしょ、どんどん行きますよ、そろそろ来るよレッドベンが、撃ち殺すなよレッドベンが来る、先生サポーター頼みますよ、よし、やれ、危ない危ない、ライフ回復薬、出た出た、またどうしたまた、これはなかなか厳しい状況ですな、あれもうドクさん、ドクさんもしかしてやってない、レッドベン、レッドベン途中にいるやつ、まだ来てないんじゃない、俺途中にいるやつ、これレッドベンだと思うんだけどあ、いるわ、それだそれだあ、ちょっと待って赤いやつ赤い最後尾に、あれドクさんどこ行った、最後尾に、なんで最後尾の俺の前走ってたろお前いつの間に後ろ行ってんだよいつまでも追われる立場じゃない、なんだよ俺が雑魚片付けちゃっていいところ、それ捕まえろ、それだレッドベン、あこいつ、それだ赤いね、あいつ、うん、赤いだろ、先や入れとかないと、これは怖い、行きよ、見てよし、アイシールド21全巻ドクハの僕が行きます、よし、よタッチダウン、ナイス、フィルバックゴースをね使いましたよ、いいじゃない、サイクラ持ってんのこの徴収できないんか、ドクさんそいつはほっといて、あのあほっといていいのこれ、うん、前に前の車両にいるやつ片付けてきて、はいはいはい、隠れてな、行くぜ行くぜ、ほっ二丁拳銃、新武器の披露だね、これ暗い、あ、運転してんのこの人、運転してるやつだ、全然怖くねえじゃん、うん、それほら、降りタンブルウィードそろそろ来るから、タンブルウィードの近くに来たら止めてやんなよ、あれ駆られちゃった駆られちゃった、かっこいい、今モンドやったんですから行きますよ、じゃあ僕運転してくるんで、もうそろそろ止めてもいいよ、もう止めていい、あそこの家見えるでしょ、ありますね、あの手前に坂あるからタンブルウィードに上がる、はい、ああそういうことですね、うん、止めますよ、はいよ、はい止めました、よしじゃあドクさん馬呼んでレッドベン連れて、はいはい、あれ簡単なミッションだね、簡単なミッションすぎますね、それはもうサポートメンバーが良かったからでしょ、君なんかね死んでみたりとか、あの列車から落ちてみたりとか、死んでみたりってやめましょう、落ちて最後尾行ってみたりとか、演出みたいじゃないですか、ほとんど俺とラムさんがやったよ、いやいやいや帰ってきたっていうの、何してたの君、君何してたの、いや働いたでしょ今、何キルしたか出てないだけ、面白いとこいらないんだよ、かっこいいとこ欲しかったんだよ、面白いで死なないよ俺は、なんで面白いとこばっかり取っちゃうの、面白いで狙ってないのよ、列車から落ちてたでしょ、いや死んで笑っちゃダメだろう。じゃあ行きましょう行きましょう。俺の前をねなんかアイシールド21とか言いながら走ってたくせにさ、つまりか後ろにいるってなんなん。じゃあ待ってみ。よし。あ、じゃあもうこれ届けてくるからこれ。うん。待っててください。届けて。あこれドラマありますし。ないよ。もう届けて終わり。いい映画撮る。かなと思ったけどな、うん、あでも来ますんじゃない、こうそこムービーはある、入れるおはい、
逆転ない、立場逆転だね。牢獄に放り込む側になりましたからね、うん、やっとな。うん、ドラマは決着がついて5ドル払ってな。5ドル払ったな。結構でかいな5ドル。空は青いよ。青いな、うん、青いですね。心も青いだろ、もう今、うん、ブルーだよ。すがすがしいな。うん、明日が見えません。涙拭けよ。あの止まんねえ。